松田道から1956年1月15日は、単語国中軍峰山出身の明治期から昭和前期の女子教育者。女性として初めて同志社女子専門学校の校長を務めた。松田道は1868年、単語国中軍峰山にて松田人八の次女として誕生した。成果は旧峰山藩主の屋敷跡にあったという。 時の京都府知事、牧村和学業をよく奨励したので、松田道の父母もこれに習い、子供たちを学校に通わせるのを好んだ。創立当時の峰山小学校在学中は冬は、藁靴を履いて通い、修字を習いに自宅を訪ねても面倒がらずに面白い、話をしてくれた壮年の高木先生と、その近所に住み、積雪の日などは、 自ら背に追って自宅まで送り届けてくれた若い柴崎先生のことは晩年まで忘れることはなかった。後年自らも教鞭を取るに至り、両先生の指定に対する慈愛を胸に刻んで、人の世の明るさを感じていたという。小学校を卒業後は、京都府立第一女学校の前身である女工場に入学した。鴨川沿いの寄宿舎での生活は楽しく、安どを、 数十もともして、読書や習字に親しみ、永山を眺めて、河辺を散策するなどした。在学中に得た最大の喜びは、旧加賀藩のご優筆だったという社官共有から、君が名の道一筋に学び得て、松野三夫と人に知られよという和歌を短冊にしたためて、送られたことだという。在学中の1882年に洗礼を受け、キリスト教に入信した。 女工場普通学科を3年で卒業した後は、1884年に同志社女学校に入学した。同志社女学校の創立は日米両国の協力によるもので、学校長は新島城であったが、創立や学校運営に関わる経費はアメリカ側から支出されていた。そのため、1885年に新島が欧米を外遊して留守の間に、 不満を抱いていた、宣教師らによって経営者は誰かという問題が定義され、女学校は廃止の危機にさらされる。在学中の生徒26名のうち上級生らが、中心となって、学校存続の嘆願書を作成し、書道の足並みがあった松田道が聖書して提出した。この嘆願書は無視されたが、状況を見兼ねたオーサー、大沢善介らの尽力により、 女学校は維持されることとなった。1887年、松田道はフェリス・ワエ女学校に転学し、英語を学んだ。1892年、フェリス・ワエ女学校を卒業し、同志社を女学校専門家文学科に入学。1893年、当時家族女学校で教授を務めていた、津田梅子の提唱した米国留学生候補者募集の、 1> 第1回目の学力試験に合格し、都米奨学金を得て、ミス・スティーブンス学校、ブリンマー大学に留学した。留学先での暮らしは、寄宿先では、アメリカの学友と文化的な日々を過ごし、長期休暇には、ホームステイ先で、のびのびと好きなことをして過ごした。唯一、食事の時間に遅れないことだけが課せられた義務であったという。1899年。 米国より帰国し、神戸女学院に赴任した。1904年から同志社女子部で教鞭を取り、在職中の1908年から1911年まで、再びブリンマー大学とコロンビア大学に留学した。大正時代以降の同志社大学における女子部の発展期に教頭に就任し、後1922年2月1日に同志社女学校校長に就任し、 1927年12月まで校長を務めた。校長就任は、前任の校長である中瀬子六郎が、科学の研究に専念したいとして1922年1月7日に、辞任した後を受けてのことである。女子部創設以来、初めての女性校長であった。同志者女学校は、この時代の女学校では珍しく、あまり高速で女学生を束縛せず、 服装も制限されておらず、女学生らはカビでない程度にオシャレを楽しみ、自分の家より学校の方が良いという者も,もいるほど自由な交付を歓迎した。大正時代の中期には、同志者女学校への入学者が増えるようになり、1927年には1449名に達した。この1449名の女学生のうち、 約半数の719名を専門学部生が占め、専門学部の歴史上最盛期であったという。松田道は1928年1月20日に同志社女学校専門学部部長に就任し、1932年まで部長を務めたが、専門学部では生徒を53回と呼ばれた教授会に列席させることがこの年から実現しており、 松田道の提案によるものと推定されている。この時期の同志社女子部は、1928年1月に、従来の普通部から、同志社を女学校高等女学部と解消し、その後の女子専門学校の開設に伴って1930年9月に、同志社高等女学部と解消している。松田道は、1932年から定年で、 退職する1933年3月までの1年間、この女子専門学校と同志社高等女学部の校長を兼務した。公認の校長は片桐明。同志社女子専門学校と同志社女子部は、1945年4月に組織改編が行われるまで校長が兼任であり、同じ校舎を共有し、行事も共同で行った。 1912年から1916年にかけて、および1925年から1929年にかけては、同志社同窓会長を務めた。1920年には、同窓会関建築の議論に際し、同窓会選出法人理事を務めた。1928年当時1935年10月15日から、今出川幼稚園長を務めた。天津大、 一日でも、教鞭を取った。1949年、日本キリスト教団総会議長から、受選後67年の表彰を受けた。晩年は、宮津市栗田で農家を営んでいた名のもとに身を寄せ、1956年、郷里の峰山で延民した。去年87、同志社女子部創設後ただ一人の女性校長として、活躍し、東野安井哲子、 西の松田堂と並び称された。高い学識に裏付けられたキレの良い発言や厳格さと深い包容力で生徒らを魅了したと伝えられる。高等教育の分野で主に活躍し、拳的な風格を漂わせる女性で、その高潔な心構えは女子部全体に大きな影響を与えた。ありがとうございます。